死の神、スーパーイ,インカ神話は、インカ民族に伝わる神話であるが、ここでは、ペリューの神話、アンデスの神話などと呼ばれる、アンデス山脈の諸民族の神話の総称と定義して、解説する。皇帝アタワルパ・アンデス山脈の高地や、海岸の砂漠地帯に発展した、アンデスの諸民族は、それぞれが、民族固有の神話伝承を交渉で語り継いでいた。しかし、 インカ帝国が15世紀末頃に、これら諸民族を統一すると、インカ民族の言語であるケチュア語を普及させるとともに、国家宗教である太陽の神殿採取を推し進めた。各地の伝承は、インカ民族の伝承や神話が入り込んで変容し、さらに民族固有の伝統が変化したり言語が失われたりすることもあった。1532年から翌年にかけ、 フランシスコ・ピサロラ・スペイン人の信仰を受け、皇帝アタワルパを殺されシュトクスコを奪われた、インカ帝国は崩壊した。地元民は、戦乱だけでなく、ヨーロッパ大陸から入ってきた病気によって、地区によっては全滅した例もあった。さらに、カトリック教会が、従来の宗教に弾圧を加えた。アンデスでは文字を使用していなかったため、スペイン人に征服される前の神話伝承の記録は、 こうした出来事の中で多くが失われたと考えられている。アンデスに侵入してきたスペイン人のうちの少数や読み書きができるメスティーソとインディオが神話などの交渉を記録した。これらは記録者の価値観によって内容が歪曲されている可能性がある。例えば、ワマンポマの記録は貴重な内容であるものの、キリスト教の影響が濃く出ているとされている。 また記録者によっては、神話を聖書に沿った内容に改変したり、聖書に伝えられた出来事を重ねようとして、神話を歪めたりする例もあった。しかし、まだ、ヨーロッパ文明の影響を受けていない征服間もない、時期の記録には、インカの伝承、国家的な採取の様子が詳しく書かれている。創造神ビラコチャペルー南部高地の伝統的な創造神ビラコチャは、 インカ民族に伝わる神であり、多くの記録者による遺伝がある。海岸地域では、太陽と兄弟であるとされる創造神パチャカマックが活躍する。中部高地のワロチギ地方にはヨハシラの創造神、ヤナムカトタニャムカ、ワリャリョカルーインチョ、パリアカカ、コニラヤビラコチャの神話が伝えられている。この他、北高地のワマチューコ地方にも独自の神話が残っている。 北高知南部では、四つの世界、すなわちワリウイラコチャルナ、ワリルナ、プルンルナ、アウカルナが次々に交代したという伝承がある。また、南高知のチチカカ古周辺にも、プルンパチャ、カリャックパチャ、プルンカチャラカプティン、トナパビラコチャという四つの世界が次々に現れたという伝承がある。インカ民族を最初に支配したのは、マンコカパックとされている。なお、 マンコカパックは四人兄弟の末っ子であるが、アメリカ大陸では一般的にこの4という数字が新生死されている。インカ帝国の国境は太陽神信仰であったとされるが、創世神話において太陽は他の神に作られることはあっても、太陽自体が主神の役割をすることはなかった。パチャクテクを皇帝とするインカ帝国が諸民族を征服、支配した後で、 帝国の支配の正当性を示すべく、昔からの神話を解釈し直して新たな神話を作り出した。ユパンキの物語は、太陽を父とするパチャクテクによる征服を正当化するものである。インカ帝国が崩壊した後、国家的祭祀と神話は時期に消滅してしまったが、アンデス各地に根強く伝わっていた神話、信仰、儀礼は残った。ワマニをはじめとする山城の神。 死母神パチャママへの信仰は強固に残存した。また、神秘的な力を持ったものや、表彰物や場所、神格、心臓を指す和歌という概念も信仰され続けた。雷や稲妻も天の神の姿の一つとされて信仰され、雨を降らせる力にも関連付けられた。パチャママは神話にはあまり登場しないものの、近代になっても農民が、 トウモロコシで作った酒を大地に巻き、地下にあって大地の作物を増殖させると信じられているパチャママを称たたえている。ケチア民族のお祭りの風景。ありがとうございます。